物語はこれでしまいだ。エンタイ、わらわはお前に謝らなければならない。万民堂で会った瞬間、わらわはお前の正体が分かっておった。わらわにとってお前はカウンや神格と同じでわらわの弟子なのだ。今回リーユエコーに赴いたのも、もともとはお前の物語を最後まで書き上げるためだった。だがわらわはお前の正体を明かすことができなかった。全てをありのまま伝えてしまえば、その記憶は他人が述べた物語になってしまう。お前が自分で思い出さなければ意味がなかったのだ。たとえその過程で痛みを伴おうともな。さて、他にわらわに聞きたいことはあるか？仙人様、私は、教えてくだされ。とうに私の居場所を知っておったのなら、なぜ私を奥蔵さんに連れ戻すのではなく、その過ちを許してくださったのじゃ。わらわはあれを過ちだと思ったことは一度もない。あれはお前の選択だった。年長者たる者、子供らが空へ飛び立とうとしているのなら、羽を伸ばせるように手放してやるべきなのだ。そして子供が危ない目に遭ったり疲れたりしたら、よりどころとなる場所を与えてやる。物語ではこのような場所に様々な名前がついておる。家、巣、港。だがどれもその実は同じものだ。好きな時に旅立つことができ、帰りたくなったらいつでも帰ってこられる。これがわらわの弟子に対する接し方だ。無論お前も例外ではない。はあ、なんとお礼を申したら。本当にありがとう。エンタイ、お前自身も身に染みておるだろう。物忘れが最近だんだんひどくなってきていると。40年前お前は未来なき道を選んだ。この地で丹薬を作りはしたが、それはお前のその道を数十年伸ばしただけに過ぎない。わらわも決して万能ではない。このままではお前は自分が人間だったということも忘れ、知能のない化け物になってしまう。だが幸いお前は過去の記憶を思い出した。これで最悪の結末は免れた。この結果はお前自身が努力した証。わらわはただ少し手助けをしたまで。じゃあおばあちゃんはどうなっちゃうの？再び鶴に戻れるよう手伝おう。運命によってはいつかまた知恵が芽生えるはずだ。普通の鶴に。仙人様は私のために十分尽くしてくれたんじゃ。このご恩を果たしてどう返したらいいのか。これは私にとって最善の結果じゃ。私に残された時間はあとどれくらいなのじゃろうか。そう多くはない。急ぐといい。おばあちゃん、行かないで。私にはもうおばあちゃんしかいないのに。ああ、よしよし、悲しまないでおくれ。おばあちゃんは幸せな人生を過ごせたんじゃ。思い残すことはない。あとは宋玉ちゃんのことだけじゃ。ちゃんとご飯を食べるんじゃぞ。今が育ち盛りなんじゃから、しっかり食べないと大きくなれんからな。おばあちゃんがいなくなっても体を大切にするように。わかった。おばあちゃんの言う通りにする。ああ、いい子じゃ。大丈夫。鶴になったら
おばあちゃんは奥蔵さんで一番すごい鶴になるつもりじゃ。昼も夜も頑張って修行をしよう。そしていつの日か変化薬に頼らずとも人間の姿になるんじゃ。その時はまた一緒に暮らしてくれるかい？ああ、よかった。しばらく会えないけど、共に頑張ればいつか再会できると信じておるよ。ちゃんとご飯を食べて、おばあちゃんの帰りを待ってるから。どんなに長くても待ってるから。いい子だ。これで安心じゃ。申し訳ない。仙人様、本当にありがとう。大丈夫。宗玉の年頃であれば、泣くことも気持ちを整理する一つの方法だ。苦しみや悲しみ、辛さを涙で流し、心の平穏を取り戻す。これも成長する上で欠かせぬことだ。この件もこれで落着した。お前らももう気を張る必要はない。ゆっくり休むといい。疲れているなら少し寝ておけ。しばらくしたらわらわが起こしてやる。悪夢を見たのか？どういうことだ。心穏やかな状態ではいい夢を見るはずだが。いい夢だった。ただ目覚めたくなかったと。
わらわは話術に長けておるが、慰めの言葉をかけるのは不得手だ。お前は十分に頑張った。その意志の強さや困難を恐れぬ心はわらわも知っておる。故にどのような夢であろうと、お前なら実現できると信じておる。無論その過程で何か危険な目にあったり疲れを感じたりしたら、わらわを訪ねるといい。何せ都市的にはわらわもお前の年長者と言えるのだから。よしと父や。おいら寝てたのか。お前のことじゃないからな。さっきまでローストチキンを食べる夢を見てたせいで。本当だぞ。仙人様。宗玉、起きたのか。少しは落ち着いたか。うん、ありがとう。ちょっとだけ整理できたよ。いつかまた会えるんだって思ったら気持ちも落ち着いてきた。仙人様、一つお願いがあるの。私を弟子にしてくれない？ほう、なぜそのような考えを。おばあちゃんにとって過去の選択は間違いだったのかもしれない。そのことでおばあちゃんはずっと自分を責めてきた。でも私からすると、おばあちゃんのその選択のおかげでこの世界に生まれることができた。おばあちゃんは徐々に記憶を失いながらも全ての愛を私に注いでくれた。だから私はおばあちゃんの夢を引き継ぎたい。仙人様のような立派な仙人になって、困ってる人たちのために何かをしてあげたいの。そういえば、炎体の血を引いている以上、お前も純粋な人間とは言えなかったな。ふむ、そこまで言うのなら弟子にしてやろう。仙人様、ありがとう。うんうん、ありがとう、師匠。総力、よく考えてから決めた方がいいぞ。言っておくけど、オイラの知ってるシンくんの弟子は二人ともいっつも苦い薬草とかを食べてるんだ。精神とかルリ袋とか。こいつの弟子になったら、もう今までみたいに万民堂で美味しいもんを食べられなくなるんだぞ。ふん、それはどういう理屈だ。わらわがいつそんな決まりを設けた。修行の道とは皆それぞれ、心に曇りがなく汚れに染まっていなければ何を食すかなど重要ではない。けどここには何にも美味しいもんがないだろ。ふむ、確かに奥蔵さんは景色こそ美しいが、俗世の人間らしさにはいささか欠ける。故にわらわはリーユエ校に移住することにした。宗玉は俗世におけるわらわの一人目の弟子となる。リーユエ校に引っ越すのか。どこで暮らそうとわらわは気にしない。ただ心の安らぎを求められればな。だがわらわの弟子たち、関羽や神格、そして炎体も最終的にはリーユエ校に移り住み、人間と共に暮らすことを選んだ。わらわもここ数年常々反省しておったのだ。教育理念に偏りがあり、あの子たちへの配慮が足りていなかったとな。今のリーユエ校に一体どのような魅力があり、何があの子たちを引きつけておるのだろうか。わらわには判断がつかん。そこでだ、わらわもしばらく暮らしてみようと考えた。なぜ黙っておるのだ。おいら
まだこの衝撃的な発表に頭が追いついてないぞ。つまり今度からリーユエコーに行けばお前と食事できるってことだよな。今日リーユエコーに変えてもわらわにはやらねばならんことがあまたとある。お前らの暇つぶしにいつでも付き合えるわけなかろう。ふん。だがまあ、もし暇ができたら少しは付き合ってやらんこともない。わらわは人間という身分でこれからリーユエコーで暮らす。ゆえにお前らもくれぐれも気をつけるように。うっかり口を滑らせてわらわの正体をばらすんでないぞ。おお、秘密はちゃんと守ってやるから安心しろ。それでいつからリーユエコーで会えるんだ？おそらく2日後だろう。同店にいるときは清貧な暮らしをしておったが、外に出るとなるとゆとりを持つ必要がある。ゆえに同店の方々と発明品を整理し、いくつか売り払うことにした。今後の生活のためにな。それとリーユエコーで家を買うつもりだ。前回行ったときにチコガンの近くでなかなか良い物件を見つけてな。それもまたモラがいるような理由だ。いろいろ考えてるんだな。じゃあ2日後にリーユエコーでまた会うってのはどうだ？よかろう。ではまた2日後に。それとこの吉夢残影神儀は記念にやろう。今後心配事があったら旋律に耳を傾けながら心を落ち着かせ瞑想するといい。新たな道を見出せるかもしれぬ。やったー、ありがとな、しんくん。そういえば行く秋に真相が分かったら教えるって約束したよな。約束通り、悲運紹介に行くか。どうするかはお前に任せるぜ。